はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフ白夜王国、第6章からやっていきたいと思います。6章、その手が気づく未来。お、このマップはやっぱり最初のマップじゃないか。無事か、ミカミックス、よく生きていてくれた兄さん。なぜこんな戦争を。さあ行くぞ。行くぞ。喋った。お前も戦いに加われ、ミカミックス。お前がいてくれれば戦争はすぐに決着する。そんな強えか俺。無駄な犠牲を出さずに白夜王国を征服できるだろう。マークス兄さん、僕は。気をつけろ、ミカミックス。この男は暗夜王国の王子だ。兄さん知ってるよ、そのくらい。もういっぱい出てきた。ミカミックス、生きていたのね、よかった。白雲強いね。ミカミックス兄さんは。よかったよ、ミカミックスお兄ちゃん。何を言う。弟をさらったアンヤの者め、ミカミックスは私の弟だ。へえ。ミカミックスは私の弟、誰にも私はしないわ。騙されるな。ミカミックス、お前は俺たちの大切な家族だ。戻ってこい、ミカミックス。また兄弟一緒に暮らそう。ミカミックス、ミカミックス。いやー、人気者はつらいな本当に。こちら。まあそうだな、俺は白夜を買ってしまったからな。兄様、それには逆らえないよ。戻ってこい。お前馬の上からさ、偉そうだな。降りろ。1,2,3,4,4 人ずついるのか、ちょうど。なんて都合のいい数なんだ。あれ、だってこれ白夜王国って書いてあるもんね。このルートのデータを持っていません、やっぱね。じゃあまあ普通に白夜軍に行きますか。このルートは経験値やお金を自由に稼げる場所があり、キャラの育成を楽しむことができます。このルートでよろしいですか。これ下って選べんの、ちなみに。このルートは限られた経験値やお金でどう戦うかを楽しむことができます。このルートでよろしいですか。そうですね、まあ白夜買ってるんで白夜に行くしかないんですけど、まあちょっと白夜が終わったら暗夜もやりたいですね。そうするとまあちょっと自分初心者なんで、まずは白夜ですね。こっちに行きます。てかこっちしか行けません。あれ、6章、光へ手を伸ばす。なんか6章の題名が変わったぞ。なんで剣振ったんだ。マークス兄さん、兵を引いてくれ。何、ミカミックス、まさか白夜側につく気なのか。うん、僕は白夜の側で戦う、そう決めたんだ。いや、そう決めたのは俺だ。俺が白夜兵を買ったからだ。確かにお前は元は白夜王国の王子だ。私とお前に血のつながりは一滴もない。だがお前が暗夜王国に来たその日から、私にとってお前は本当の兄弟だった。誰が何と言おうと、お前は、ミカミックスは私の大切な家族だ。カミラもレオンもエリーゼもみんな同じ気持ちだ。父上だってきっと、いや父上そうは思ってないと思うけどな。お前は暗夜王国の人間だ。戻ってこい、ミカミックス。すまない、僕は戻れない。僕は見たんだ、ガロン王の卑劣なやり方を。町が破壊され、罪もない人たちが死に、そして白夜王女巫女と母上まで。ミカミックス、こいつの命短かったな。ねえ、兄さんはさっき父上も同じ気持ちだと言ったね。ガロン王も僕のことを家族だと思っているぞ。でも僕は白夜王女にかばわれながら、かばわれなかったらガロン王から渡された剣の爆発で死んでいた。あれ、剣の爆発なの。本当に家族だとそう思っているのなら、僕にそんなことをするはずがない。ガロン王にもし人の心があるなら、白夜王国にこんな真似をするはずがない。ガロン王こそが悪なんだ。なんてことを。
父上が悪であるはずがない。兄さん、ガロン王のしたことは間違っている。兄さんも僕と白夜王国と共に戦って彼の非道なやり方を止めてくれないか。うん。お、来たね。いきなり切りかかってきた。でも僕は。黙れ。まさかお前が暗夜王国を裏切るとはな。許さん。そのようなことこのマークスが許さんぞ。どうしても白夜側につくというのならこの兄を倒してからにしろ。いいだろう。いていていて、ずりーよ。だからこいつなんで剣光ってんだ。そういえば反撃しろよ。お前を連れて帰り白夜にたぶらかされたお前を元に戻す。無理だ兄さん、僕の心は変わらない。それならば今ここでこの私がとどめを刺す。兄として。こいつどっから湧いて出てきた。今馬切られなかったか。大丈夫か馬。させるものか。龍馬兄さん。どうした。ミカミックス、何をぼーっとしている。それでも神刀なんだっけこれ。雅の神、雅の神に選ばれたものか。貴様、邪魔をするようならこれ以上容赦はせんぞ。容赦などいらない。来るのなら全力で来い。面白い。この暗黒剣ジークフリートの力、とくと味わうがいい。カミラ、レオン、エリーゼ、準備はいいか。殺しちゃいましょう。白夜兵はみんな。そうすればあの子は帰ってくるわ。こいつメンヘラだな。カミラメンヘラ女だな。逃がさないよ。ミカミックス兄さん、裏切るだなんて認めるものか。頑張るね。私もミカミックスお兄ちゃんを取り返すよ。かかってこい。貴様らアンヤの手先などこの陣頭、これはじゃあなんだろうな、なんとかのタッチかな。まあわかんないけど、雷神刀としか読めない。雷神刀のサビにしてくれる。準備はいいか。ヒノカ、タクミ、サクラ。私が守る。もう二度とミカミックスを渡したりするものか。僕がやる。母上とみんなの仇はこの僕が取ってみせるさ。覚悟はできています。もう白夜王国には手を出させません。行くぞ。全軍突撃。さあ来い。全軍迎え撃つぞ。お、総力戦だ。お、誰か来た。間に合いました。ミカミックス様、ご無事でよかったです。フェリシア、どうしてここに。どうしてだなんて冷たいです。無限渓谷で離れ離れになってからずっとミカミックス様の行方を追っていたんですよ。ちょっと手間取っちゃって合流が遅れちゃいましたけど、ここからは私も加勢いたします。え、こいつもともとアンヤにいなかったっけ。おお、こいつはアンヤとかは関係ないんだな。メイド、メイドはあくまでも俺につくと。レベル2ってやべえな。もうレベル8だし、こいつレベル1だ。マジか。鬼人、こいつ8か。強かったもんな。鈴風は3、さくら1。アンヤ兵かこれ。誰だこいつとか思ったら。弓使い、レベル11だ。超強いこいつ。なんでだ。だってこいつレベル4だよ。おかしくね。パラディンレベル5。やばい、こいつなんか龍馬の方が弱いぞ。あ、でも戦闘力は高い。何戦闘力って、ドラゴンボールじゃん。戦闘力101か。超弱えな、戦闘力101って。これじゃラディッツにも勝てねえじゃねえか。戦闘力48。これはまだドラゴンボール時代だな。そうするとまあいいや、進んでこう。龍脈が使える場所はとりあえずちょっと進まないとなさそうだからな。待機と。匠は弓だからもう攻撃できるはずだけど。おお、いいね。殺せるし、しかも。いやでもこいつレベル11だからな。ちょっと控えよう。まずは
リンカとかな。こいつで減らせられるのかな。殺しちゃうかな。予測ダメージが出るのはいいですね。よし、こいつは残るな。ヒットポイント行くぜ。ほら、ペガサス流星剣甘い。くらえ。おお、2回攻撃、戦闘力80で、レベル4。こちらな。よし、倒せんな。 81%。 命中率デフォルトで 100% にはなかなかならないな。しかも下だぞ。おお、大体戦闘では上を取った方が有利になるからな関係ないと思うけど、どうしようかな。こいつちょっと1回逃げて一騎打ちで勝てるか。戦闘力81と88か。戦闘力101。でもこの差だとな。38と36。個別パラメーターってどうやって見るんだろう。ここでタッチすると見れるとか、戦闘力タッチすると分からん。でもな、大体さ、ナッパがさ戦闘力4000でさ、あの時のピッコロ戦闘力確か3500くらいあったよな。あれでな、ケッチョンケッチョンにやられてたから戦闘力の差はかなりの差が開くと思うんだけど。ドラゴンボールとはちげえかな。あ、こいつ歌うがあるんだ。あ、歌うちょっとカットしよっかな。あ、これ停止だ。あれ、これ歌う画面多分いらないっしょ。ちょっと環境か。歌う画面あったよね。これちょっとオフにしよう。ゲームスピード早くていいと思うんだけど。うん、これにしよう。で、もう動ける。タコ殴りにしてやるぜ。こっちは機動力が少ないな。来た。命知らずめ、逆らう者は死ぬことになろう。おお、くらえ。ちょっとく、侮っていたか。この場は撤退するしかあるまい、ミカミックス。あれ、ステージクリアしちゃった。おー、マジかよ。ちょっとみんな、他の経験近すぎしたかったのに。まあしょうがない。マークス兄さん、カミラ姉さん、レオン、エリーゼ、戦わなければならないのか僕は。ねえミカミックス、どうしても辛いのなら戦わなくてもいいのよ。戦いは私や龍馬に任せて、戦乱から身を引くことを選んでも、お前なんかに任せらんねえよ。いや、そんなことはできない。お前に任せると多分死ぬだろう。辛いことから目を背け、耳を塞いでも状況は変わらない。僕は戦うよ。悪夜や白夜王国のみんなと共に。そう、なんかこれでいいんだ。元気ねえな。そうってたとえどれだけ辛くたって、この道の先が平和につながっていると僕はそう信じているから。いやー、ちょっとあれ倒したらクリアしちゃうのか。あ、これオープニングっすね。ちょっと飛ばします。最初に見れるんで。なんか来た。あ、リリス、どっかしたのか。え、リリスって私たちとお城にいた厩舎係のリリスさんですか。うん、実はそうなんだリリスさん、いつの間にそんなに可愛くなっちゃったんですか。話せが長くなるんだけど、こういうことさ。この光は何ですか。これも話せば長くなるんだけど、こういうことさ。え、なんでこいつも一緒に来るの。びっくりです。ここは一体どこですか。詳しくは私からお話しします。実は。なるほど、本当に言ってきた。そうだったんですか。ミカミックス様、これからミカミックス様と仲間の皆様はご自身が定めた道を歩まれます。私も何かミカミックス様のお力になりたいのです。この異界を自由にお使いください。休息や戦いの準備が安全にできます。ありがとうリリス。それからこの異界は龍脈の力に満ちた場所です。
ミカミックス様が望めばこの地を自由に変えることができましょう。ミカミックス様、どうぞ試してみてください。何を？あれ、終わっちゃった。うん、まあいいや。ちょっとじゃあ上にセーブしようかな。というところで、第6章ですね、白夜の道に、分かれましたけれども、今回はこれで終了して、今度から本格的に白夜王国編をやっていこうと思います。